喋っていいのかな。始めちゃうよ。ネプちゃんがこっちに来てから1年か2年か3年くらいが経ちました。ノワールちゃんは自分の国を起こしてものすごく頑張ってるみたいです。でもその分ルイのシェアが減っちゃってて、今2つの国は仲が悪いとかなんとかで。ああ、ちなみにプラネテューヌはいつも通りです。これで言わなきゃいけないこと全部かな。ねえネプちゃん、私上手にできた？ブルルンはこういうの向いてないかもね。自信あったのに。ということでお話の続き始まるよ。失礼いたします、ブラン様。例の報告書をお持ちしました。ご苦労様。私めも一通り目を通しましたが、いやはや凄まじい勢いで発展を続けておりますな。ラステーションは飛ぶ鳥を落とす勢いとはまさにこのことでございましょう。そんなに？ええ、ルビーの国外に住んでいた、これまで女神やゲームに興味を示さなかった民草はこぞってラステーションに移住をしているようで、それだけならまだしも、その…構わないわ、はっきり言って。我がルイの国民も少なくない数がラステーションへとくら替えをしておりまして、やはり国内外への移住を自由にしてしまったのはいささか早計だったのではないかと。仕方ないわ。国民たちはルイにしか住めないことに、ルイのゲームしか遊べないことに不満を覚え始めていたんだもの。今までこの大陸では長い間女神を擁する国がルイのみでした。民草に娯楽と安寧を与えられるものもルイだけ。しかしそうでなくなれば、民草はあっさりと新たな娯楽を求め始める。まったく信仰など脆いものです。良いのですか、ブラン様。いつまでもそのように安穏と構えておられて、もう少し危機感を持たれた方が良いのでは。このままの状態が続けば、長年続いたルイの覇権が失われることに。大臣。はっ、何でございましょう。ブラン様のご命令とあらば、私はどのようなことでも。うるさい、喋りすぎよ。失礼いたしました。しかし、報告書を見ていただければ私めの危惧を少しはご理解いただけるかと。それでは失礼いたします。私だって何もしてないわけじゃないわ。何もしないわけじゃない。今日もいいお天気だね。部屋の中にいてもこんなにポカポカ。そうだね、こんなにあったかいと眠くなっちゃうよ。またまた、ブルルンは暑くても寒くてもいっつも眠そうじゃん。そんなことないよ。
ネプちゃんだって眠たそうなくせに。しょうがないよ、こんなにいいお天気なんだもん。だよね、絶好のお昼寝日和。にゃにゃ。なんでのっけから二人でお昼寝してるんですか。やばー、びっくりした。ひどいよイース、気持ちよく寝てたのに大声出すなんて。大声ぐらい出しますよ、せっかく女神が二人もいるのに毎日毎日ダラダラグダグダ。いい加減お仕事してください。そんなこと言われてもな、だってほらこんなにいいお天気なんだよ。絶好のお昼寝日和だよね。むにゃ。お説教の最中に寝ないでください。もう少しはノワールさんを見習ったらどうなんですか。ノワール、ああそういや最近見ないね。お仕事が忙しいんだって。ほらほら、女神になって自分で作った国、あーなんて名前だっけ、ラストなんとか、ラストアーマゲドン。違う違う、ラストリベリオンだよ。ラステーションです。あーそれそれ、ラステーション。しかしノワールはほんと真面目だよね。そうやって仕事ばっかり熱心だから友達ができないというのに。そうなんだ、お友達がいないのは寂しいよね。それだけノワールさんは女神のお仕事を優先しているんです。お二人も少しは見習ってください。まあまあそう怒ってばっか言いないでさ、せっかくの可愛い顔が台無しだよ。そうだよイース、可愛い。おだてたってダメです。今やラステーションはルイを脅かすほどのシェアを獲得してるんですよ。なのにプラネテューヌは女神が二人もいるのに。うん、イースンってば。ノワールのことばっかり褒めて、だってしょうがないじゃん。私は向こうのイースンから帰る方法がわかるまでおとなしく待っててって言われてるんだから。それはそうですけど、おとなしくというのは何もしないということでは。それなのにあれから全然連絡来ないし、こっちから連絡しようとしてもこっちのインスンは全然電波つながんないし。だって別の次元と通信をするのってすごく大変なんですよ。私の全演算能力を駆使してもつながるまで3日はかかるんですよ。そんなの私のせいじゃないもん、向こうのインスンとこっちのインスン合わせてダブルインスンが悪いんだもん。それは私にも落ち度はあるかもしれませんけど、だからって毎日お昼寝してるというのは。ああちっちゃいイースンが向こうのイースンと連絡を取ってくれればな。そしたら私も頑張っちゃうのに。ああネプちゃんネプちゃん、ちょっと言い過ぎかも。ほんとこっちのイースンはちっちゃくて旧式で困っちゃうよね。私の世界だったらもうポンコツだよ、ポンコツイースンだよ。ピキ。わあ変な音がした。ムキー、誰がポンコツで
ズンは処理能力が低いこと気にしてるんだよ。そうだったの？ひょっとして私うっかり激凛に触れちゃった？ネプチューヌさんはそうやって私のせいにしてサボっているだけじゃないですか。プルルートさんは私関係ないのにただただサボってるだけじゃないですか。わわわわ、暴れないでイース。うわぁ、ブチギレだよ。キレイースンだよ。それだとなんだか綺麗なイースンみたいだね。そんなのんきなこと言ってる状況じゃないから。今日という今日は許しません。お二人はノワールさんの爪の垢を煎じて飲むべきです。今すぐラステーションに行って女神のお仕事というものを学んできてください。ノワールに教わるの？それはちょっとな。私にもプライドというものがあってだね。ノワールちゃんか、久しぶりに会いたいな。でもノワールちゃんの国遠いんだよね。私まだ眠いし。まだそんなこと言うんですか。やばい、その顔はやばいよ。ダメだよイース、可愛さが売りのキャラがそんな顔しちゃう。お、ほらほら、笑って笑顔、笑顔。私の顔はどうでもいいですから、さっさとラステーションに行ってきなさい。やばい、痛い、お尻ぶつけた。まさか力ずくで追い出されるなんて。ちっちゃくても怒った時はパワフルだね。あんなに怒ったイース初めて見た。ネプちゃんはイースを怒らせる天才だね。そうかな。そう言われると悪い気しないかも。で、半分はプルルのせいなんじゃないかな。え？ごめん、言ってる意味がよくわかんない。まあいいけどね。さてさて、どうしよっか。教会は追い出されちゃったし、イースンはしばらく怒ってそうだし。もっとお昼寝したかったのに。あ、そうだ、ノワールちゃんのとこに行ってお昼寝させてもらえばいいんだ。おお、それナイスアイディア。見事な逆転の発想だよ。えへへ、ノワールちゃんも一緒に3人でお昼寝するの、きっと楽しいよ。いいねいいね。よーし、そうと決まればラステーションに向けて出発。